ふぅ、なんとか片付いたね。ありがとうございます。皆さんが来てくださらなければどうなっていたことか。本当に助かりました。とっても怖かったです。私か弱いので、ずっとお二人に守っていただいて。いや、謙遜をするな。お前の戦いぶりは見事なものだった。二人を守ってくれたこと礼を言う。え、そうですよ。とても強くて頼りになりました。私たちがこうしていられるのはあなたのおかげです。本当にありがとうございます。僕からも礼を言っておくよ。どういたしまして。ここでのことは早く国境兵たちに報告すべきだな。それからこのものを本体まで送らねば。ああ、それなら僕たち進化に任せてください。さ、送っていくよ、可愛いお嬢さん。私はもっと王族様とお話を。待って、よく考えたらこの方たちも王家直属の進化、つまりエリート。悪くない、悪くないわ。ん？何ブツブツ言ってるんだ。わかりました、私言う通りにします。皆さん、どんな女性がお好みなんですか？とりあえず髪は女性らしく伸ばしますね。それからお洋服も思い切って白にしようかなって。何なんだこいつは。おい、さっさと歩いてくれ。いや、押さないでください。行ってしまわれましたね。はい、お名前も聞けないままでしたけど、いつかまた会えるといいですね。二人とも無事でよかった。本当に心配したんだぞ。マックス兄さん、ごめんなさい。私が悪いんです。フェリシア、あの時私のせいで着替えが飛ばされてしまって、取りに行ってくださったカムイ様が川に落ちてしまったんです。だから全部私が悪いんです。違うんです、私が足を滑らせたせいで。いや、姉さんたちは悪くない。一番悪いのは僕だよ。お止めしなかった私も同罪です。そう一斉にかばい合うな。それぞれに反省すべき点があるということは承知した。兄さん。だがレオン、事の発端はお前だ。私に兄弟たちに嘘をつき、勝手にカムイを連れ出したこと、簡単に許せるものではない。お前には罰を与える。マックス兄さん。いいんだ姉さん、当然のことだよ。それで罰って？これからより一層勉学に励め、対局を見ることのできるものになると約束しろ。え？今回の件で分かっただろう、お前がどれだけ未熟か。本当に相手を思うなら、願いを叶えるだけではダメだ。たとえ全く逆のことでも、恨まれてでも、相手のためになることをしろ。そのために知識をつけるんだ。知識はお前の武器となり、いつかお前を真の意味で聡明な男にさせるだろう。兄さん、うん、分かったよ。僕はもっと勉強する。カムイ姉さんが本当に城塞を出られる日が来るまでに、誰にも負けない賢い男になるって約束するよ。ああ、期待している。それからカムイ。はい。お前には剣の稽古をつけよう。いつか城塞を出ても、この先何かあっても、自分の身を、そして迷いなく誰かを守れるように。迷いなく誰かを。ああ、お前は先ほど自分を犠牲にしてでもあの国境兵を守ろうとした。それは城塞の中にいては絶対に手に入らなかった気持ちだ。だが他人を守るには、まず自分を守る力がないとダメだ。私がもっと訓練をしてやる。そうすればいつか立派な剣の使い手になるだろう。はい、よろしくお願いします。フェリシアとフローラはこれまで以上にカムイを支えてやってくれ。城塞の中でも寂しい思いをしないように。はい。そして私も感情に惑わされず、皆のために
自分のすべきことを見誤らぬものとなろう。兄さんにならきっとできます。ありがとうカムイ。さあこれで今回の件はしまいだ。戻るぞ。はい、うん、どうしたの姉さん。今流れ星が見えたんです。もう少し行けば星の降る草原の近くだからな。せっかくだ、少し迂回をするか。マークス兄さん、いいの？少しだけなら時間も変わらんだろう。どうだカムイ。とても嬉しい申し出なんですけれど遠慮しておきます。カムイ姉さん、どうして？あの草原に行くときは兄弟みんなで行きたいんです。マークス兄さんにレオンさん、カミラ姉さんにエリーゼさん、城塞を出られない私を励まし続けてくれた皆さんと、みんな揃って星を見たいんです。そうか。はい、せっかく気を使ってくださったのにごめんなさい。いや、いいんだ。その言葉、カミラとエリーゼが聞けば喜ぶだろう。今回のこと、二人には言うの？ああ、カムイがいつか外に出られた時にな。そうだね。その時カムイ姉さんの言葉を二人にも伝えよう。はい、今回はこの流れ星と本物の川と森が見られただけで満足です。まったく、お前は欲がないな。そんなことないですよ。私もっとたくさん見たい場所があるんです。月光下の柵丘や波打ち際に光が浮かぶ海、それから明るい日差しの中で咲く桃色の花も。桃色の花？あ、これは本で読んだわけじゃないんですけど、なんだか記憶に残っているんです。大きな木にいっぱい咲く桃色の花。カムイ、それは姉さんのことだから夢の中で見たんじゃないか？そうかもしれませんね。でもそんな景色があるなら見てみたいです。うん、今言った景色全部みんなで見に行こう。そのために私も力を尽くそう。ありがとうございます。もちろん私も精一杯サポートしますよ。その時が来るまで城塞で不自由な思いなどさせはしません。心強いです。支えてくれる皆さんがいて私は幸せ者ですね。あ、姉さん、また流れ星だよ。本当ですね。どうかこれからもみんな仲良くいられますように。カムイ姉さん。流れ星にお願い事をしていました。へえ、どんな？うん、内緒です。教えてよ姉さん。ダメです。ほら二人とも遅れるなよ。はーい。カムイ様、レオン様、お早く。エリシア、転ぶのよ。見事な桜だな、匠。そうだね、龍馬兄さん。今年もまた叶わなかったが、来年こそこの白夜の桜をカムイにも見せてやりたい。カムイ。冷えてきたな、戻るぞ。あ、うん。ねえ龍馬兄さん、カムイって。なんだ。うん、なんでもない。